ゲオルク・ビルヘルム・フォン・ヘッセンダルムシュタットは、ドイツのヘッセンダルムシュタット砲白家の公子、軍人。ヘッセンダルムシュタット砲白ルートビヒ8世と、その妻で、ハナウリ・ヒテンベルク博・ヨハン・ラインハルト3世の、一人娘で、女子相続人である、シャルロッテの間の次男として生まれた。百三十八年より死ぬまで、オーバーライン・クライス軍のヘッセンダルムシュタット連隊に、 軍人として使え、最終的には、騎兵大将となった。同時に、ブランデンブルクプロイセン軍の連隊長の地位をも与えられていた。父や、兄ルートビヒ級生に、軍事の専門家としておもんじられ、クライス連隊の中屯地であるピルマゼンスの要塞化を進めた。1748年3月6日、ライニングンダークスブルク・ファルケンブルク、 ハククリスティアン・カールラインハルトの長女で相続人の、ルイーゼと結婚した。この結婚を通じて、ゲオルクビルヘルムは、ベルク広国内のブロイヒ商園、オーバーシュタイン、アスプレモント、ブルーゲル、ライポールツキルヒエムの領主となった。1764年、ゲオルクビルヘルムを兄で、四次ぎのルートビヒ9世よりも可愛がっていた父、ルートビヒ8世は、 ダルムシュタットの救急殿と、その付属庭園をゲオルクビルヘルムに贈与した。このため、ルートィヒ九世は、ピルマゼンスで暮らすことを余儀なくされた。ありがとうございます。